俺の相手はお前か。ねえねえ、僕と一緒に同化しようよ。案外悪くないもんだよ。善は急げ。じゃあ力ずくででも分からせてあげるね。伝令のみんな、上演要請に出発。力を借りるぞ。ネオに仕切り直すために同化されているな。職に戻せる機会を伺おうとしよう。力を借りるぞ。カッパ、話し合いはできないようだ。まずは伝令兵の撃破だ。増援を大量に呼ばれては撤退せざるを得ない。燃え尽きるがいい。伝令兵の一人は俺に任せてくれ。そう簡単に逃がしはしないさ。急げ、伝令兵が脱出する。風のように撃破だ。もう意地悪な人たちだな。じゃあ僕が直接攻め落としてあげる。直接マスターの元へ出現だと。マスターは大丈夫か。敵軍を一掃した。次の指示をくれ。その調子だ。引き続き残りの伝令兵も撃破してくれ。助かりました。この恩はいずれ必ず。敵軍を一掃した。次の指示をくれ。さあ手際がいいですね。その調子です。まだ耐えられているけど、そう長くは持たないかもしれない。イカズチを力を借りるぞ。真の英雄は目で殺す。引いてくれないか。敵軍を一掃した。次の指示をくれ。進もう。善は急ぐ。援軍とは気が利くねえ。悪い、仕切り直す。逃がしはしない。梵天よ、これが答えだ。これで増援を呼ばれる心配はなくなったな。終わらせよう。ライダーの撃破に向かってくれ。足元に気をつけな。さあ、いや助かった。コロうまいな。オタク進もう。善は急ぐ。尋常に勝負。いざ尋常に勝負。まだ本気出してないもん。ちょっと引くね。バイバイ。よくやったぞ。
マスターの救援は成功だ。ライダーは一時撤退したようだが。ありがとう、助かったよ。ここは奥の手だ。さっき教えてもらった強化術式を起動するよ。スクエアか。魔力拠点からの支援でまさかが強化されているぞ。仕切りな。まずは全ての魔力拠点を制圧してくれ。まさかを倒すのはその後だ。なら俺は敵の殲滅に向かうとするか。仕切りな。魔力拠点一つは私にお任せください。力を借りるぞ。カッパ。さあ、まさか。なんでこっちに。いい加減疲れてるんですけどね。力を借りるぞ。終わらせよう。ラッド。すまん。おっと、まだかすり傷だ。こんなところで終わるかよ。ラッド。消えおいで。凡天よ、これが答えだ。制圧しました。制圧しました。これが我が聖剣の力です。よくやった。残っている魔力拠点も制圧してくれ。敵軍も一掃した。次の指示をくれ。よし、まさかの強化術式が解除された。はい、よし、一気に撃破だ。デージを持って命ずる。かけろ、ランサとはいえ、よくあのバーサーカーを倒したものだ。善は急げ。いや、助かった。フォローうまいな、オタク。真の英雄は目で殺す。ラッサ、大丈夫か。力を借りるぞ。カッパ、イカズチ。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。はあ、よく駆けつけてくれました。共に戦いましょう。仕切りな。逃がしはしない。
すればまず何とやる。プラントを落とす。力をかけ敵の殲滅を完了。防衛に成功しました。きらめけ。力を借りるぞ。カッパ、敵さんは捕捉。こっちから仕掛けるぜ。手加減はできんぞ。ブラフマーアストラクンダーラ。敵軍を一掃した。次の指示をくれ。かけろ、ランサー。力を借りるぞ。カッパ、試合はできないようだ。力を借りるぞ。カッパ、燃え尽きるがいい。これで歩兵は全滅だな。あとはライダーを正気に戻すだけだ。覚悟してよ。できれば仲間にして連れ帰りたい。殴るなり蹴るなりしてライダーを止めろ。抵抗できなくしてから正気に戻せるか試そう。はあ、全ての領土を制圧した。他に仕事はあるか。マスター、進もう。まだ本気出してないもん。はっ、逃がしはしない。一人で戦闘を終わらせる気かね。ちょいとしびれて。インドラよ、活目しろ。絶滅とはこれ、この一刺し。焼き尽くせ、ワサビーシェフティー。